ピーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆さん、YouTuber の皆さん、お元気ですか？ふなぴーも元気ですよって言った感じでやっていきますわね。はい、今日もふなぴー島パトに行ってまいりました。はい、今回は小松さんコラボ。ブランドはラフラフ、シンプルな中にこだわりを詰め込んだ着回ししやすいアイテムをお得にゲットしちゃいました。それが、はい、こちらでございましたね。フレアニットプローバーでございます。フレア、商品情報はこちらでね。サイズは 3L、お色はジュースだいだいベージュでございますね。そして気になるお値下げされた金額はっていうと、税込み2189円のところ990円にお値下げされておりました。半額以下でございましたね。素材はポリエステル 100% で、ピーリングになりにくい、ゲージの細かいもちっとしたダンボールニットでございます。お色は上品見えするベージュで、寒色カラーベージュでグレージュっぽいお色になっております。リブのクルーネックに、長袖はゆったりしていて、手首はリブになっていて、リブから先がフレアになったお袖となっております。リボンがついたキャンディー袖がポイントね。見てわかるように結構長め。そしてふなぴーはインスタもやっておりますので、もしよかったら見てくださいませ。ではこちら、フレアニットプルオーバーでコーディネートしてみたいと思います。トップスはアウトで着用し、ボトムスはユミさんのタルバユミのナロースカートに、履いてる靴はムムさんの編み上げブーツと、持ってるバッグはテラさんのバケツ型バッグでモノマネコーデをしてみました。ブラックのナロースカートでシンプルきれいめモノマネコーデでございましたね。はい、今回購入した小松さんコラボのフレアニットプルオーバーでございますね。164センチのフナピーで、今回は 3L を着用しております。広めのクルーネックリブでお顔周りがすっきり見えて、ゆったりゆとりあるサイズ感でございます。ぽっこりお腹やフナピーの大きなヒップが隠れる丈の、裾に向かってふんわり広がるフレアで、気になるラインをしっかりカバーします。張り感のある細かいゲージの編み地で、着膨れせずきれいめな印象のニットでございます。長めの長袖の袖口はキャンディースリーブになっていて、トモノノのリボンが女性らしいフェミニンな印象にしてくれます。ボリュームのあるお袖で動かしやすく、二の腕もすっきり見えます。広がった袖口で腕まくりはできるんでしょうか。よっ、あ、できますわね。リボンのところがリブになっているので、こんな感じで腕まくりもできちゃいます。はい、意外と落ちない。これならちょっとした水仕事なんかもできそうでございますわね。
でも普段はこの方が可愛いかな。これなら腹腹食事ができそうでございますわよ。では次行ってみましょう。グリーンのハートのイヤリングをつけて、ボトムスはフラッシュブルーのセミフレアパンツに、履いてる靴はディアフルプチュアさんのチェーンパンプスと、持ってるバッグはグリーンのムムさんのかぶせバッグでコーデしました。ベージュにピスタチオカラーのセミフレアパンツでカジュアルなアースカラーコーデにしてみました。グリーンな感じが爽やかね。では次行ってみましょう。胸元にはひなさんのパールボールネックレスに、トップスは前だけブランジングして、ボトムスはエッチさんとリーちゃんさんのマーメイドスカートに、ベージュのパンプスとスカートのカラーに合わせたコーチのバッグでコーデしてみました。トップスが赤のマーメイドスカートを引き立てつつ、体型カバーもできて、お袖のキャンディースリーブがいいアクセントになったフェミニンコーデにしてみました。ただ前だけブランジングは失敗でございました。前だけね、こんな感じで見てるといいんですけど、横とかね見ると不格好になってしまいます。そしてボトムスに響きがちでございますね。なのでここはやっぱりアウトの方がよろしゅうございますわね。きっとアウトにしてみます。はい、アウトにしたらこんな感じ。あら、結構よろしゅうございますわね。今回は小町さんコラボ、ブランドはラフラフのフレアニットプローバーでコーデいたしました。ブラックのナロースカートで、きれいめモノマネコーデ、ベージュとピスタチオカラーでカジュアルアースカラーコーデ、ボトムスを引き立てつつキャンディースリーブがいいアクセント、フェミニンコーデ。さてフナピーのお気に入りのコーデは、はい、こちらでございます。はい、これでフナピーのシマパト&コーデネート終わりにしたいと思います。皆さんの何かの参考になれば嬉しゅうございます。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ、また見てね。いくわよ、じゃんけんよ。はい、じゃんけんぽい。うなぴーはチョキを出しました。慌てるこじ、なんだっけ、慌てるこじ、お腹がすくなんか泣きそうな声になっちゃったね。泣きそうじゃないんだけどね、時々泣きそうな声になっちゃうんだよね。広めのクルーネックリブでお顔は、お顔は、お顔は、
おか、おわ、いいのか。くるかった、失礼いたしました。